動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ケモケモフレフレケモノフレンズ、ケモノフレンズ3やっていきましょう。チーターとプロングホーンの約束の、第3話、続けてやっていき、前回よりね、続けてやっていきたいと思います。前回はですね、プロングホーンに負けた、チーターがですね、もうそのエリアから、プロングホーンから離れるためにそのエリアからね、移動して、他のエリアに移動したのわけなんですけども、それを心配したナナさんがですね、ピーチパンサーに相談して、何かを、ちょっと実行しようか、考えている最中ですけどもね。さあ、そんな、チーターとプロングホーン第3話では、久しぶりの再会というわけで、どんな再会を果たすのか、やっていきましょう。なんか、物足りないのよね。足りない、なんだっけ。違うわ。あれはこぼれた水はまた汲めばいいだと。全然関係ねえや。ゴール。わあ、キラキラしてる。めちゃくちゃ笑顔ですね。また私の勝ちね。また負けちゃった。チーターって本当に速いね。あ、サバンナシマウマが。何回やっても1位だよね。どうしてそんなに速いんだろう。もしや、秘密の特訓をしているとか？そんなことしてないわよ。私が速いのは生まれつきだもの。もう一回走りたいな。もう今ね、べきべきにへし折られた、チーターの、この天狗っ鼻がね、どんどん回復していますからね。もう一回？私は少し休むことにするわ。そっか。じゃあ私たちだけで走るね。チーターちゃんはそこで見てて。よーし。チーターには勝てなかったけど、この中では一番になるんだから。なるほど。みんな頑張れ。こいつは相変わらずマイペースだな。サバンナシマウマちゃんも一緒に走るんだよ。隙あらば怠けようとする。あの子たち元気ね。もうあんなところまで走っていっちゃった。何かしらね。ずっと一番で気分がいいはずなのに。なんか物足りないのよね。ああ。この初めての敗北を味わったから、あれですね。やはり、どんなに、その現実から目をそらしても、やっぱりこの残るものがある。勝ちたい。あいつに勝ちたいという思いがこの、小さい形で残っているっていう。で、なんであの子のことを思い出しちゃうのよ。確かに。あの子相手なら私も張り合いが出るだろうけども。でも、ここに来ることになったのは、そもそもあいつのせいなんだから。私があの子に追いつけないから。あいつのせいだから。それはちょっと違うかな。今だったら余裕で追いつけるわよね。あれからたくさん走ってきたんだから、少しはスタミナもついてきたし。だったら戻ってあげてもいいかな。だけど、今戻るのもなんか悔しいのよね。プロングホーンがどうしてもって言うなら考えてあげてもいいけど。ね、自信がついたからちょっと、あれですね。また、ちょっと天狗、になってる感じですね。まあでもプロングホーンがどうしても戻ってきてほしいっていう、もうあの調子だと多分、今のプロングホーンの調子だと多分それはすぐに言いそうですね。まあどっちが悪いかは別として、チーター戻ってきてくれっつって。あ、え、チーターじゃないか。行った矢先から現れた。お使いの方はすぐに行ってくださいね。そう、お疲れの皆さんは全員パッカーンしていきましょうね。お疲れのセルリアンたち、パッカーンしてあげるっつってね。久々のドールさんの昇竜拳。ハートに直撃。なんだっけ、ハートブレイクショット。ハートに直撃。ハートに直撃。ハートブレイクショットっつってね。実際にやっちゃダメですよ。素人が実際にそのハートブレイクショットをやるっていうのはね、本当にまずい。そもそも。それでは、お疲れの方はこちらに並んでください。そもそもハートブレイクショットっていうのは、まあ、はじめの一歩っていうボクシング漫画の、中で、そこの、どのくらい前のチャンピオン、どのくらい初期のチャンピオンだったっけ？初期のチャンピオンが確か、使ってた、必殺パンチのうちの一つで、ガチで心臓の部分を殴ってくるっていう、ね。まあ、漫画だからね、通じるものがあるんですけども、まあ、実際にやると、確実にやばいでしょうね。ボクサーのパンチをこの、心臓の部分にダイレクトに食らうっていう感じ。食らうっていう感じですからね。プロングホーン。久しぶりだね。会いたかったよ。あ、会いたかったですって？いきなりの先制攻撃にちょっと今までのプランが崩れ去るっていうね。もしかして、私に会いにここまで来てくれたとか？いや、私は今、荷物の配達中なんだよ。ピーチパンサーに頼まれたんだよ。おーい。まあ確かに仕事でね、仕事でないとここまで来る、ことはないとは思うんだけど。へ？この近くを通ったら、たまたまチーターの姿が見えてね。プロングホーン、天然でこういうこと言うからな。嬉しくなって、つい来てしまった。たまたま。でもよかったよ。最近、君を見ていなかったから、心配していたんだ。あれから調子はどうだい？もし困ったことがあるなら、助けになるよ。こっちは別に何も困ってないわ。それよりも、荷物の配達中なんでしょ？これはチーター拗ねてるわね。これは完全に拗ねましたね。こんなところで休んでないで、さっさと行ったらいいじゃない。いや、配達はもう終わって、今は戻ってるところなんだよ。せっかく会えたんだ。少し一緒に話さないか？話すって何を？え、それは、速さ比べをしよう。やめてあげて。このタイミングでやめてあげて。なんでよ。久しぶりに君と一緒に走りたいんだ。ダメかな？ええ、ダメね。走りたければ一人で走ればいいじゃない。それじゃあね。完全に住んでちゃった。おい、チーター！ちょっと待つんだ！おーい！完全にあれですね。選択肢間違えてますよね。ビシッと決めてあげるわ。ね。せっかく会えたんだからビシッと決めればよかったのにね。ここでまあ、たまたまとか言っちゃったからね。まあ、そう考えるとそういうところにちょっと拗ねるところを考えると、チーター、ね。可愛いところありますよね。ついさっきまでプロングホーンが謝りに来てくれれば、戻ってあげてもいいんじゃないかなみたいな感じで、ちょっとワクワクしてましたもんね。ワクワクじゃないな、そわそわと。そしたら本当に来ましたからね。もしかして私に会いに行って。そこでもうプロングさんはもうそこで平常運転で。まあね、会いたかったよ、プロングホーンも会いたかったっていうのは嘘ではないんですけど、嘘ではないんですけど、この返しがね。しかも、話すことはあんまり考えてなかったからね。いきなり速さ比べって言われてもね、その速さ比べでボコボコにしたんだから。ボコボコにされちゃったしね。トナカイさん、どんどん通ってくださいよ。そうですよ。もうあと1ヶ月、じゃあ2ヶ月か。まだ10月なんで、もうあと2ヶ月したら、もうトナカイさんの時期ですからね。いやー、もうそれにしても早いですね。もう10月ですよ。10月じゃない、もうすぐ11月ですよ。ね。2000年も過ぎて2020年も過ぎてあっという間ですよ。年号も変わりましたしね。はい、やってみましょう。はい。行きましょう。行きましょう。ロックオンストラトスってね。よし、軌道に乗ってきたぞ。いいね。こっちも軌道に乗せてほしいよね。たっ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 た。たっ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 た。逃げるチーター、追うプロングホーン。さすがチーター、最速なだけあるな。あの時よりも速くなってる。私も負けられないな。疲れた。これだけ走ったんだもの。あの子もこれ以上は追ってこないはずはない。チーター、やっと追いついた。相変わらず早いね。さすが最速仲間だ。笑顔でそういうこと言っちゃうか。わあ。天然すぎるぞ、プロングホーン。はあ、はあ、やっぱり追いつかれちゃうのね。それに、相変わらず疲れてないみたいだし、体力お化けだもんね。ああ、休憩するところだったんだね。それなら、一緒に休んでもいいかな。もう、全くチーターを分かってない、この感じ。はあ、はあ、好きにすればいいでしょ。ありがとう。ふう、いい風だ。チーター、お腹は空いていない？ジャパマンのスタミナ味があるんだけど、一緒に食べないか？もちろん、飲み物も持ってきてるよ。いらないわよ、そんなの。まあまあ、一度食べてみてくれ。すごく美味しいんだ。いらないって言ってるでしょ？は？なんであんたは、私に構うのよ。なんでそうまでして、私のことを追いかけてくるの？チーター？あ、ひゃ、雨。強い。これはまずいね。チーター、どこか雨宿りできる場所を探そう。そうねって、あんたに言われなくったって探すわよ。二人のこの、空気の違い。ね。片方はプロンゴホーンに、完膚なきまで負けて、で、自暴自棄じゃないな、顔も見たくないみたいな感じだったんですけど、プロングホーンの方がですね、それを意に介さずっていう感じですからね。そこにこの雨という、ちょっと、大雨かな、嵐かな、そんな感じが、そんな感じの天候になりましてね。というわけでですね、第3話、久しぶりの再会、久しぶりの再会をやりました。ですね、プロングホーンの元を離れて、新たなる地で、再スタートを切ったチーターなのですが、そこにですね、やはりプロングホーンが現れて、もしかしてわざわざ自分に会いに来てくれたのか、と期待したわけなのですが、まあ、仕事の間柄たまたま会って、ちょっと嬉しくなって、声をかけたっていう、声をかけたというね、そんなちょっと気持ちを知らず、気持ちを分かってない、プロングホーンなのですが、プロングホーンの言動にですね、チーターちょっと、怒ってしまいましてね、本格的に拗ねてしまいましてね、こう逃げ出した、プロングホーンの元から逃げ出したわけなんですけども、やっぱり逃げ切れず、落ち着いて、話を聞こうとするプロングホーンなんですけども、やっぱチーターのね、心はこう晴れず、そして天気もですね、曇ってきて、雨が降ってくるわけでした。さて、ですね、大雨とセルリアンと、次回4話になっております。大雨が降って、2人は一体どうなるのか、それは次回でやっていきましょう。それでは今回はこの辺で、バイバイ。